青春の食卓という本があります。で今回はこれにしようかなと思います。親子丼、焼き鳥缶1個、卵1、2個、ネギ半、ご飯お好み1、焼き鳥缶をお鍋に入れ汁も火にかける、なるほど。2、煮えたら卵とネギを入れ卵が半熟になるくらいまで少し煮る。で、熱々のご飯にのっけて、はい、出来上がり。いいっすね。超簡単。やってみましょう。はい、こちらに作っていこうと思います。焼き鳥缶。汁ないね。汁がないね。めんつゆを足しましょう。で、火にかけます。そしてここに卵を、よいしょ、もう一丁でしょ。そして冷凍ですがネギを、なんかおいしそうじゃないですか。あとはここに熱々ご飯にのせて、よいしょ、完成。いただきます。よっ、うまい。簡単にすぐできる焼き鳥丼、ぜひどうぞ。